はい、高橋丈太郎です。はい、いつも言ってる、宇宙人さんの話なんですけれども、ちょっと本を読んだらですね、ちょっと衝撃的すぎてですね、全然YouTube には出てこない情報が結構載ってましてですね。で、いっぱいあるんですけれども、いっぱいあってですね、ちょっと消化しきれてないんですけども、何回も読まないと分かんないですね、あれね。100回ぐらい読まないと、ちゃんと理解できないかもしれないですね。そのぐらい、いろんなことが詰まってて。1個だけですね。このフリーエネルギーっていうですね、フリーエネルギーの話はもう長い間ですね、もうずっとこの、3年ぐらいずっとしてきたんですけれども、フリーエネルギーですね。それで、それは YouTube にもですね、結構ね、宇宙人さんですね、出てくるんですけどもね。宇宙人さんだけじゃなくてもね、一般の方からね、フリーエネルギーの話はもうね、いっぱい出てますけれどもね。もう電気というものを、使ってないみたいですね、この大宇宙ではですね。電気というものは非常に効率が悪いという話が出てきて、電気はいらないっていうことですね。あとは、本をやっぱ読んでいただければね。でも一回読んだだけじゃね、無理だと思います。あとですね、もう ガチガチにですね、私は、あれですよ。私だってもう本当にガチガチですけども、それでもこの柔軟な心が少しは残ってるので、受け入れられるんですけど、一般の人はほとんど無理かもしれないですね、この話はね。何言ってんだってね。そんなことできるわけないだろうってね、それで終わると思うんですけどね。なんだよこれってね。多分、ほとんどの人がそうなるんでしょうね。だから、でも私はこれがですね、やっぱり、正しいと思う。もう本当にそう思ってきてるんですよ。ね、疑う時もありましたけどね。それで、別に信じなくてもいいんですけども、信じるとか信じないとかじゃなくてですね、やっぱりこう自分で証明できればいいんですよね。証明ですね。だからそれを実験してるんですけどね。箱を開けてみたらですね、その箱の中身っていう話とかね、いろいろ、出てくるわけですね。で、それ一回ピッ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 ってこう読んだだけじゃね、これはちょっとね、無理だと思いますね。理解するのはね、本当に理解するっていうね、理解するの意味がですね、理解するってことはどういうことなのかっていうことなんですよ。わ かる？これで伝わるかなっていう。もうこれ言葉とかじゃなくてですね、テレパシーの話いっぱいしてきましたけどね。テレパシーっていうのはだから、写真を送るようなもんだっていう、例え話ですね。写真じゃなくてね、動画を送るようなもんですかね。もっとですね、もっといろんな情報ですよね。だからこの物質社会っていうのは何なのかっていうか、ホログラムっていうことでね、これもいっぱい喋ってきましたけどね。これはね、仮想現実っていうのは、いろんな人が言ってるのでですね、この辺が分かればですね、あと思考エネルギーですね、思考エネルギーのことが分かればですね、
本当にパッと現実を変えられそうな、すごい今気がするってことは、もう何度も言ってますけど、できないことは考えないんですよ、人間っていうのは。自分には無理だなっていうことは受け入れないし考えないんですよ。でも私はもうどんどん考えて受け入れて、どうやったら実験できるかなってこうずっと思ってるんですよね。なんかおかしいなと。なんでこの、なんかうまくいかないっていうかですね。うまくいくこともありますよ、それはね。うまくいったっていうこともあるんですけども、やっぱりこの全体的に見たらですね、うまくいくっていうか、まあそれもだから自分がイメージしてるっていうか、それを体験したいっていうことですよね。うまくいかないってことを体験したいっていうかですね。そういうことなのかなっていうふうに よく俯瞰するっていうですね、俯瞰するっていう言葉がありますけどもね。こんな感じで何を言ってるかさっぱりわかんないかもしれないんですけれども、まあ本を読んでいただければですね、あとまあ対談していただける方はですね、よろしくお願いしますということでね。あ、今日もなんか結構いい人がツイッター出てきましたね。あ、この方は、あ、こんなに、あれ、いろんなことをご存知なんだっていうですね、そういう方、やっぱ時々出てくるんですよね。あ、ツイッターってすごいなと思いますよね。だからそういう方とね、ちょっとね、話をしたいなと思う。まあね、私、仕事着がね、話をしてくれないかもしれないですけどね。でも、申し込まないとわかんないですよね。でもね。ということで、ありがとうございました。はい、失礼します。